E 拠点抜こうと思ってたんだけど、抜かれちゃってる。いや、今回で抜こうと思ってたんだよな、マジで。ショック。だから今 E を集めてたのに。にしても何も入ってないんだ。チェストすらない。ってことは、もしかしたら自分の拠点もそろそろ抜かれるかもしれないな。今回で、この拠点の強化が必須かも。この鳩場近辺ってどれぐらい拠点あるんだろうな。え、原油が入ってた。あの B 拠点をどこのドイツが抜いたんだ。気になるな。もうちょっと焼いておきたいな。放置しよう。火の扉の拠点が多いね。燃やしに来るか。あんまり今、拠点に資材がないからな。伊藤んちの拠点から資材パクろう。ちょうど低質燃料を燃やしてきたし。一拠点だけ燃やすか。人いなさそうだしな、全然。燃やす。よっ。火の扉2枚ぐらいかな。炎が白い。あ、木の扉だ。とりあえずタンスまで行けそうだな。やべ、提出足りねえかも。かまど3つ置いてある。かまど拠点チェストがねえ。なんだこの拠点。なるほど、金属の鉱石ゲット。かまどパクろうかな。かまど全パクリしよう。でタンス微妙。まあ、ぶっちゃけまずいっすね。無事帰宅。さっきの分回収して、追加で。原油、回収。提出486か。拠点戻ったら少しずつ強化始めようかな。ガレージドアクラフト建築していこう。届かね。あ、届いた。
石が足りない。マジで。おお、びっくりした。当たんねえんだけど。防護スーツありがとう。え、ジャックハンマー？ありがたすぎる。よし。あ、足音する。絶対さっきのやつだ。もしかしてこの下の拠点かな？わかんねえけど。お、いる。火は持ってた。妈的，死挂逼子！你妈个臭逼的！核入れとくか。妈的，个逼的！妈死んだ。ティアのレシピ欲しかったんだよな。リサーチを帰ったら。で、火炎放射器持ってきたから、そこの木の扉を燃やそう。あれ、上板金か。板金の扉出てくるな、絶対これ。え、てか、ガレージドアついてる、ダメだ。火の扉燃やしたところで、炸裂ないとダメだ。一度拠点戻ってきて、ギアをリサーチしよう。やっと覚えれた。え？攻撃してきた。セミピが拾えないんだけど。これガチで粘着されそうだな。けど一番最初に仕掛けてきたの向こうなんだが、絶対この下のやつだ。あれ？でもなんか寝てるぞ。別の拠点の人かな？え？アンドリュー？あ、でも足音っぽいのはしないですね。違うのかな？絶対あと2回は来るし、どんどん武器のレベルも上がってってるから、そのうちトンプソンとか持ってきそうだな。わかんないけど、もう来ないでほしい。俺は石を集めたいんだ。ここも抜かれたっぽい。
え、やば、風化だ。風化だ。持って帰りたいんだけど、あいつがいるかもしれん、帰り。白石も取らなくていいや、これで。いや、マジであいつが怖い。待たれてると思うと。いるわ。もう分かったって。でもさっきのであいつの拠点の大体の方向分かったな。多分拠点こっちの方なんだよな。これっぽいぞ。なんだこの拠点。風化してるしな、扉。違うっぽいな。まあでも確かに来るのにちょっと時間かかってるんだよな。ってことはあの辺か？今はあいつがどこに住んでんのか気になって仕方ね。あいつの片思い作戦に今までやられてるぞ。この拠点も抜かれたっぽいな。いや、絶対いるよな。一応警戒してみるけど。無事帰宅。あ、折れちゃった。粘着はされてないっすね。この間に拠点強化するか。いや、怖えな。マジで怖い。その辺とかに隠れてそうだし。最悪。普通にインベントリ見ちゃってた。危な。やべえってマジで。ずっと来るやん。もう来ないかなと思って、ちょっと安心しきってたのに。まあ、ちょっと拠点を固くできましたね。拠点維持のためにもうちょっと金属の鉱石を焼かないといけないんで、あいつから奪ったジャックハンマーで石取りしよう。え？扉開いてる。確定だわ。ここだ。変な拠点に住んでんな、あいつ。来たんだけど。最初と比べたら見違えるようにでかくなった。無事帰宅。一応あの拠点か ID 確認する。今 ID 確認してるんですけど、あの拠点、あいつの拠点じゃない。番号が違う。水道管のショットガン
当ててきたやつで、さっき倒したやつが番号一致してて、拠点の中にいたやつ番号違うんだよな。さっきの拠点あいつの拠点じゃねえわ。あいつ誰なんだ。ここに住んでるやつは誰なんだ。あ、でも待てよ、あいつソロとは限んないのか。コードロック Hello。 お、わかんねえ。まあいいや、あいつの拠点とかどうでもいいや。ここかもしれんし、明日になっても粘着してきてたらさすがにレイドしたいけど、まあもう粘着今日でやめてくれるんだったら許す。うん、やっぱ最初に見たやつと同じだから ID が。あいつじゃない気がする。もうあいつに恋しちゃってる。もうあいつのことばっか考えちゃう。